にちは、ハピバイチャンネルの佐藤ひなです。あたしです。今日は24時間茶色のものしか食べられない生活をやっていきたいと思います。イエーイ。見てください、今日はこんなにたくさんの茶色の食べ物を用意しました。あ、じゃあまずこちらからですね。ここに、まあ2リットルのお茶が置いてあって、ここは麺ゾーンですね。まあ、カップラーメン系が置いてあって、これはなんとラクレコホイップクリームがあります。まあ罰ゲームみたいな感じかな。で、そして次こちら飲み物ですね。あのココアとかカフェオレ系が結構多めです。まあ、茶色なのでね。で、ここに冷凍食品があって、で、あとパンですね。パンが本当にいっぱいあって、どれも美味しそうなんですけど、ここに、まあ朝からアイス食べるかな。はい、でこちらがデザートですね。ケーキが2つ置いてあって美味しそうだね。最後こちらがお菓子ですね。茶色のお菓子って結構チョコばっかりだよね。しのね、お菓子が出たらね、もうこれ食べたいっていうの決まっているの。そしてなんと珍しくプルンとこんにゃくゼリーにチョコがあったので、こちらも買ってきました。これ絶対食べたい。そしてルールとしてはこちらルーレットを準備しました。で、こちらルーレットを1人3回引いて出たものを食べていきます。ということで、まずは朝ごはんからルーレットを引いていきたいと思います。やっぱりお菓子とジュースとか好きなもの。じゃあ次に姫どうぞ。はい、何が欲しい？飲み物かな。もうホイップ出て欲しい。ホイップゼロ。ホイップ。朝から甘いものを食べてください。やっと夢だったね。嘘じゃん。じゃあ次3品目いきます。はい、さあ何が出るかな、何が出るかな。サバ缶出てほしい。ホイップ。じゃあもう一回引きます。ホイップだけ。飲み物。はい、飲み物が出ましたよ。それでは私引きたいと思います。まず私が出てほしいのはパンですね。まあ、本当にお腹空いてるのでパンが出てほしいです。さあ、パン出る、パン出る。お願い、お願い、お願い、お願い。飲み物かパンは絶対出てほしい。お願い、お菓子、お菓子、お菓子。え、まあ、団子まんじゅうだって。引きます。パン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 。主食が欲しい。主食。ゼロ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 。パンパンパン。パン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 。ねえ。しゃ。ああ。ねえ、なんで団子と麺って相性悪くない？じゃあ最後一回引きます。これは飲み物。絶対飲み物。お願い。お願い。飲み物。飲み物。パン。麺とパン。麺とパンと饅頭が出ました。ではまずしのさんから選んでください。はい、甘さ控えめ略略ホイップが出ました。はい、こちらと、こちらのカフェを、あの高級そうなカフェオレを選ぶ。カフェ、カフェなのに。カフェ、カフェですか。カフェで好きなものは、お腹やってるさっきからしのすごい。しのが今食べたいものこちらです。味噌ラーメンのもやしです。朝からラーメン食べるんですか。はい、ちょっとね、朝からねがね、どうしても食べたかったんですよ、今日。ということで、この3つにしました。では次、私の番ですね。まあ私は本当に今回の朝ごはんすごい美味しいものを選んだので、じゃあまずこちらパンですね。パンは私の大好きなチョコチョコパンをちょっと選ばせていただきます。で、麺な、お腹にたまるんだよな。何にしよう。これも入ってたの。これも一応麺ですか。醤油ラーメン。へえ、美味しそう、美味しそう。え、どうしよっかな、全部。あ、待って、うどんある。そういうの見てる、来ないで。あ、うどんある。これにしよっかな。カレーうどんにします。で、おまんじゅうか団子どちらかですよね。じゃあ、あえて私はここみたらし団子を選びます。美味しそう。早速食べていきたいと思います。で、今回はお箸も皿も紙コップも全部茶色で用意しました。で、私は飲み物が出なかったのでお水を紙コップに入れました。ではでは混ぜます。あー、美味しそう。いただきます。美味しい。ちょっと飲み物失敗しちゃった。麦茶の方が良かったかな。しのね、絶対朝からねラーメン食べたことがなくて、もうこれ本当に夢だったんですよ。
った。なんかご飯感覚で食べてるけど、なんかちょっとうって感じるよ。うって。やば。まあまだ今8時半なのでね、ゆっくりゆっくり食べたいと思います。私次チョコチップパンいきます。やべえ食べれるかな。あ、うまっ。では次お団子いきます。美味しそうなんだけどね。うん、美味しい。で、まだこれが残ってて、でまだお昼まで時間があるので、お昼までちょっとゆっくり食べ続けたいと思います。お腹いっぱい。それでは今から茶色いメイクをしていきたいと思います。うん。でまず、アイシャドウの茶色とリップの茶色と、剥がしたらシャドウ、あのここの影つけるやつがあったので、これでメイクしていきます。次チークいきます。色ついた。うわうわびっくりした。おいしや。やっぱりチークってピンクの方が合うのね。なんかなんだろう、ドローク遊び。そうそうそう、確かに。はい、こんな感じで茶色メイクができました。あ、私のポイントとしてはですね、シャドウをまずチークつけたんですけど、皆さんわかりますか？これね、結構つけたんですけど、なんかちょっとマットな感じになって、結構つけたんですけどいい感じになりました。シナのポイントはチークです。チークをちょっと泥遊びしたみたいにしてみました。なっちゃいました。というわけで今日はこの茶色メイクのまま過ごしていきます。はい、はい、お昼になりました。じゃあ今からルーレット回して昼の3品を選んでいきたいと思います。はい、お願いします。アイス、アイスお願いします。もう一回あの生クリームが出てほしいな。ホイップがそしたら面白いです。アイス、好きなもの。なんなの、もうなんでさ、私だけさパンと麺だったりとかしてしのは絶対好きなもの出るの。では2品目いきます。何がいいの。飲み物お願いします。はいはいはい、飲み物。お菓子。もうなんなの、狙いで全部言ってんじゃん。するみよちょっと。では3品目飲み物いきます。お願いします。飲み物で、飲み物お願いします。もういっそのこと麺出ちゃえ。麺麺麺ラーラ麺麺、朝も昼も麺。では浅山していきます。好きなもの来い。死なだけ出るのはマジで麺麺でお願いします。はい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 。デザートってどれ。ケーキ。ケーキ昼からおやつに出ればよかったね。そう、じゃあ飲み物。次飲み物、絶対飲み物。飲み物、飲み物。なんか一個いつも走れてんだよな。飲み物、飲み物、飲み物。パン。パン。じゃあ最後、飲み物来い、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 来い。さあ飲み物、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 飲み物。デザート。もう一回。やった。じゃあもう一回。絶対デザート。あ、デザート間違えた。飲み物、飲み物。かい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 。ホイップ。ねえ、なんでシノだけいつもいいの？それでは最初好きなものが出たので選んでいきます。シノが今好きなものはこちらなんですよ。アイスね。クーリシノ飲むアイスがをもらいます。で、お菓子はこちらです。はい、私はシャツさんにします。それで麺を麺かまた。しなでこれでもいいの。じゃあこれにします。一平ちゃんにします。まず私が出たのはデザート。だってこの2種類しかないんでしょ。このケーキかロールチョコです。これが本当に好きでね、これおやつに食べたかった。次アイス出たのでちょっとアイス選ばせていただきます。じゃあこちらパピコよろしくお願いします。じゃあこちらホイップいただきます。今回は2人とも飲み物が出なかったので紙コップの中に水を入れてます。はい、それではいただきます。いただきます。
し朝と一緒なんですけど、まあでも量はすごい減ったと思います。なんかホイップは罰ゲームみたいな感じだよね。お口が熱いので一回これでちょっと冷やします。いただきます。美味しいです。うわじゃあちょっとこれ食べてみます。私このスポンジの部分大好きなんでね。ふわふわしてて本当に美味しい。甘い。というわけでもう一回パン食べます。はい、パン全部完食しました。ということで私はごちそうさまでした。はい、今3時半になりました、はい、今家族でお散歩に行きました。シロの歌舞伎をしました。もう汗だくだくです。じゃあアイス食べたい。アイス食べたいのと、あと麦茶飲みたい。で今回は飲み物とお菓子とアイスの、比率を増やしました。おやつなので2品にしました。シノは飲み物とお菓子を狙いたいです。じゃあ引きます。はい、頑張って。なんだなんだ、デザートだって。次、2回目いきます。はい、アイス。おすごい。ないないないな。私の狙いは絶対このココアが飲みたいのと、あとパピコが食べたいから飲み物とアイスになります。ではいきます。ココア、はい。でも本当に飲みたい。でも比率が増えたからいきそういきそう。こい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 。え、デザート、でもかぶっちゃったから。いや大丈夫ですよ、2個あるので。いやーやだ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 こちら2つあるので2つ。じゃあケーキを2人で分けたいと思います。じゃあもう1回最後1回いきます。スタート。好きなまま。すごい、比率少ないのに来た。ということで私は、デザートと好きなものになりました。それではおやついただきま す。もう甘いものやだよ。もう昼も食べたい。ケーキ美味しそう。いただきます。うん、なんか昼もロールケーキだったのにまた食べなきゃいけないのかって感じがして、もうやばいよ。けどこのココアが本当に楽しみにしてた。うまっ。今ケーキの気分じゃなかったもんな。いただきます。甘いずら。ケーキあともうちょっとです。なんか甘い甘いじゃん、口の中がもう甘々状態で、もう嫌だ。ケーキごちそうさまでした。では次、あ、ジュー、はい、ジュー、いいでしょう。1個私にくれたっていいんだよ。溶けるじゃん、溶けるじゃん。ドロンドロンの状態で食べることになるんだよ。私にくれてもいいんだよ1個、そこの余ってる1個。いいでしょ。あ、くれんのこれ。うん、ダメだよ。手でそれだけしてやる。あ、いいね、ありがとう。あ、ちょっとね。ちょ、ちょうだい。ダメダメダメ。あ、でカフェコでさら1個あげるからちょうだい。はい、どうぞ。どうゲット、みんな嬉しいことにいただいたので嬉しい。それではまた夜までバイバーイ。はい、ついに夜の6時になりました。というわけで夜ご飯早速引いていきます。はい、それではシナ行きます。はい、ほぼ好きなもの出るよね、やっぱ。飲み物、では半分の割合なのにね。麦茶を選びます、はい、では2品目いきます。はい、好きなもの、好きなもの好きなもの、好きなもの。3品目いきます。また好きなもの、好きなもの、まあな、好きなもの。ではいきます。じゃあまずは絶対のそぼろが欲しいからそぼろいきます。好きなもの、来い来い来い、絶対来る、絶対来る、来る来るよ、来るよ、来るよ。スープ。それでは2品目いきます。絶対好きなもん、絶対好きなもん、これなかったらマジで泣くんだけど。やだ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 。麺、もう一回かわいそう、私が
飲み物ね、待って、好きなもの出ないからもう一回。ダメだよ。じゃあ栄養バランスを考えて特別のルールで、まあ一応もう一回引いてもらってもいいですか。はい、行きます。濃い濃い、本当に好きなのね。ひどくない？半分の割合で来ないでよ。おかしい。待って、もう一回ね、好きなもの出ないってひどいよ。栄養バランス悪いよ。しゃー、出たー。それでは、その1品目はこちらの麦茶です。2品目はこちらのラザニアです。で、3品目はこのウィンナーです。なんか意外。じゃあこちらの、ほうじ茶いただきます。じゃあ2品目はこちらですね。豚味噌ソフォラ買ってますか。でこちらはちょっと食べたいと思います。なんかやっと夜ご飯っていうご飯っていう感じですね。じゃあ最後3つ目はどっちにしよっかな。こっちの松茸の味のお吸い物かオニオングラタンスどうしよっかな。でご飯なのでこっちのお吸い物にしてみたいと思います。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。まずこれですね、ほうじ茶入れたいと思います。よし、と紙コップに入れます。シノは食べる準備です。まずウィンナー、え、のせはい、こんな感じでラザニアウインナーです。それではいただきます。いただきます。じゃあまず豚味噌そぼろをかけます。これ初めて食べる。選べばよかったんだけど、やっぱりこっちの方が美味しいです。いただきます。なんか素朴な味がするけど美味しい。素朴な味。今日初めてのご飯は美味しいです。チーズが乗ったトレーとしたウインナーいきます。いただきます。あ、チーズフォンデュ、うん、おいしい。チーズフォンデュです。え、美味しい。美味しいんだよ、そのお吸い物。夜って最高だな。ということで今日は1日4食茶色の食べ物だけで過ごしてみました。それではまた見てね。バイバーイ。